超子行性もしくは、スーパーゲインとは、フェーズドアレイにおける、給電位相及び振幅を工夫することにより、アンテナの同一振幅、ともしょうよりも高い指向性利得を獲得する、手法である。一般的なアレイアンテナにおける給電は、同一の振幅、及び競争霊心であって、スタックアンテナもこれにあたり、アンテナの利得は、アレイ数に比例する関係となり、 またその間隔は1にラムダ以上なければならないため、結局開口数で利得は制限されることになる。通常のアンテナのスタックがこれに当たる。一方、長子構成ではアンテナの可視領域を広く取る給電方式を取ることによってビーム幅の狭い指向性を達成している。さらに、アレイの間隔を1にラムダ以下にすることで、 アレイ数を増やすことができるため、理論的には思考性を無限に高めることができる。しかしながら、超思考性においては、以下の問題が発生する。このため、現実的には、スーパーゲイン効果の極限は起こり得ず単に、数学上の問題でしかない。実際に、これを運用するためには、以下の対策が考えられる。このような対策を行った上で、現実的な制約を考慮しつつ、 利得の追求やアンテナの小型化を行う必要がある。また、アンテナの持つ抵抗損失と放射抵抗の比によって、アレイアンテナの利得が最大になる、アレイ間隔が異なる。これを把握することでできる限りの高い指向性を得ることができる。t アイブルラックミヒエル a ーナシックジョゼフハイ、エフィシェンシースーパー、ゲインアンテナアレーズ。 i.e.e.、E、プリングウィズエッセイドイ10.1109プリングウィズエッセイ 2010.5456400https コロンスラッシュスラッシュ mediatum.ub.tam.de、um. スラッシュドックスラッシュ10039777スラッシュ10039777 pdf ありがとうございます